ジェイビア・ブルックス・ポール・ジュニアは、アメリカ合衆国、ルイジアナ州、スライデル出身のプロ野球選手、右ト左打、MLB、独立リーグサザン・メリーランド・ブルー・クラブス。所属2003年パンアメリカン競技大会に、野球アメリカ代表で出場している。2003年の MLB ドラフトで、ロサンゼルス・ドジャースに4巡目指名され入団。2004年は、 アドバンスルーキーリーグのオグデンラプターズでプレーした。2005年は A 級ベロビーチドジャースでプレーした。2006年も前年同様に A 級ベロビーチでプレーした。2007年は A 級ジャクソンビルサンズでプレーした。2008年はトリプル a 級ラスベガスフィフティワンズでプレーした。オフに40人枠に登録された。2009年は開幕を トリプル A 級アルバカーキアイソトープスで迎えた。5月7日に禁止薬物使用で出場停止処分を受けたマニーラミレスに代わってメジャーに昇格した。同日のワシントンナショナルズ戦で代打で出場し、メジャーデビューを果たした。10日のサンフランシスコジャイアンツ戦でメジャー初アンダーを記録した。15日のフロリダマーリンズ戦でメジャー初本塁打を記録した。 2011年4月18日にディーフとなった。2011年4月26日にウェーバー工事を経てピッツバーグパイレーツへ移籍した。移籍後は121試合に出場した。11月18日にディーフとなった。28日には自由契約となった。2011年12月20日にはシントンナショナルズとマイナー契約を結んだ。 スプリングトレーニングには招待選手として参加した。2012年7月に自由契約となった。2012年7月7日にシンシナティレッツとマイナー契約を結び、トリプル A 級ルイビルバッツに移動した。7月18日にメジャー契約を結んだ。2013年12月2日に FA となった。2013年12月20日。 オルチモアオリオールズとマイナー契約を結んだ。2014年はトリプル A 級ーフォークタイズでプレーしたが8月3日に自由契約となった。7日にアリゾナダイヤモンドバックスとマイナー契約を結び8日にメジャー昇格したが29日に自由契約となった。11月13日にフィラデルフィアフィリーズとマイナー契約を結んだ。 2016年5月6日にメキシカンリーグのシューダーデルカルメンドルフィンズと契約。6月8日に自由契約となった。2017年7月16日にテキサスレンジャーズとマイナー契約を結び、ルーキー級のアリゾナリーグレンジャーズに配属された。2018年2月14日に独立、リーグサザンメリーランドブルークラブスと契約した。ありがとうございます。